こんばんは。絵の見方について、ちょっと話をしているんですが、今日はね、テーマによって見るということを考えてみようかと思います。よく芸術の哲学っていうね、講座をやっていると、一体どんな絵をどのように見るかっていうね、質問を受けることがあります。これはね、別に好きに見ればいいんですよでも例えばたくさんある展覧会の中から何を選んで、そして見るときにどんなポイントでね、絵を見ていくかっていうのはやっぱり大切なことだとは思うんですね。で、例えばね、花について考えてみようかと思うんですよ。例えば居間に飾るようなね、絵を選ぶとしたら、花の絵なんていうのはね、昔っていうのはもうルネサンスの頃からね、そういう絵が結構喜ばれているんですね。で、そういうふうな、花の絵でもですね、随分違うと思うんです。これは前に時間と空間って話をしたんですけど、時代によって変わるのと、そしてもう一つは場所によってね、東洋と西洋とかで花の描き方が違うっていうのもあります。で、例えばね、東洋と西洋で言うとね、東洋のその花の描き方っていうのは、これは日本画でもそうだし、中国の絵でもそうだと思いますけれども、まず花鳥風月ってね、よく言いますけど、自然と強く結びついていて、で、例えば春夏秋冬の季節に応じて、どの花を描くかってことが決まってたりしますよね。そしてまた、花鳥という通り、鳥などが花と一緒に描かれることも多いわけですよ。梅にうぐいすとかね。そういうふうに考えると、東洋の花の絵を見るときにはね、季節であるとか、そしてまた、記号的なっていう言い方がありますけれども、必ず一緒に描かれるものは何かとかね。そうすると逆に、本当はね、梅にうぐいすなのに、うぐいすじゃないものを描いてたら面白いじゃないですかね、やっぱりね。そしてまた、東洋の花の絵を見るときに、植物っていうのは種類が多いですから、もちろんね。で、自分が知ってる植物だったらいいですけど、そうじゃない場合にね、これ何の花だろうって思いますよね。で、必ず絵には説明はついてますけれども、ただそういう季節で描く植物の種類について、あらかじめね、植物図鑑みたいなもので見ておいたりすると、またこれは、ちょうど野外観察をするみたいに面白いと言えますね。で、東洋の花の絵の場合にはそうやって、季節や花鳥風月、そういう要素がたくさん入って、自然と人間との関わりね、特に自然の方に重点が置かれているわけなんですね。それに対して西洋ではね、花というものをどういうふうに見ていくか。あまり古くなると、花を細かく描くっていうふうな絵はあまりないんですけれども、やっぱり細かく花が描かれるのはルネサンスの時代からたくさん描かれていますね。で、例えばボッティチェルリのね、絵を洗って修復してね、表面をきれいにしたら、ヴィーナスの誕生とか、あるいは、春ね、の絵なんかの植物がですね、すごく精密に描かれていて、で、特にフィレンツェ周辺なんかにね、ある実際の、今でもある実際の植物が絵の中に細かく描き込まれている
なんていうことがだんだん分かってきたりしたわけですよ。そうすると案外観察するっていうことがもうルネサンスぐらいになると、まあ科学的観察と言ってもいいかな。それが行われていて、写実的に植物が書き込まれているなんてこともわかる。レオナルド・ダ・ヴィンチの手工、スケッチ帳ね。レオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチ帳を見ますと、まあ彼はいろんな花について、草についてね、精密に、まあ、科学的な記録のように、細かく観察して書いていたりしますね。まあ、もともと、ルネサンスの時代には、人体を正確に書くっていうようなね、ことが一つのやっぱりテーマになって、まあ、書くのもそうだし、彫刻もそうなんですけれども、まあ、ミケランジェロとかね、は非常にダイナミックに、人体を捉えているでしょ。そしてまたダ・ヴィンチが解剖図なんかをね書いていることも有名ですけれども、そういう目がですね、そうした自然の中の花なんかにも向けられていると言えるでしょうね。それはね、ですから近代になってくると花というものがむしろ主題にテーマになっていったりするわけですよ。で初めに言った例えばサロンとか居間とか食堂とかね、そういう時ところに、花の絵を飾るなんていうことも実際に普通になっていくんですね。で、まあ特にルネサンスの時代にね、だんだん貿易で栄えてきた豊かな商人町ですね。まあオランダなんかはね、貿易で非常に栄えるわけなんですけれども、そういうところではね、家の中を飾る絵画としての花の絵は非常に人気があったと言われています。ですから、近代のオランダ絵画なんかにはね、見事な花をもりもりに持って花瓶にぎっしりと生けた絵がたくさんありますね。それなんかは、まあ花が豊かさの一つの象徴として、描かれているわけです。で、それを見るとね、やっぱり花の種類もだんだん豊かになってきてね、多分ね、貿易が盛んになってくると球根とかね、そういうものが商品として取引されるようになり、そしてまた珍しいアジアやアフリカやね、あと、南アメリカとかそういうところの植物が取引されるようになっていくので、花の種類も増えていくんだと思います。まあ専門家が見ればですね、もともとヨーロッパ原産でない花なんかもたくさん描かれていると思いますよ。まあそういうふうにして、時代とその植物の結びつきを見るのも面白いでしょうね、それもね。そしてまた、花のモチーフ、花というテーマはね、まあ、現代にまで長く受け継がれてきているものですから、例えば西洋なら西洋の絵の中で花がどう変わってきているかを見ることもできますよね。それはね、ルネサンスのね時代なんかに、まあ例えば百合というのは、白百合というのはローマカトリックの象徴ですから、まあ教皇法王の象徴にもなっているわけなんですね。ですから、バチカンに行くと、そこら中に白百合マークがありますけどね。で、白百合って名前のついた、女子学園なんかもね、ありますね。あれもともと、そういうローマカトリック系の学校なわけです。つまり、こういうふうに象徴、シンボルとしてね、花が使われている例もたくさんあるので、ちょっとそういうことを知っておくと、例えば聖母マリアがね、百合を持ってたりとか、そばに百合の花があったりするのは宗教的な意味なんだなってわかりますよね、それはね。そしてまた、花がですね、近代から現代に花の絵がどう移り変わっていくかっていうことを見るとね、まずそういう写実的な絵が生まれ、そしてまたそういう
ちょっとシンボルみたいに使われている絵がありね。それがだんだん近現代になってくると、まあ、花というものが象徴的、より観念的に扱われることもあるわけなんですよね。で、例えばね、ケシの花ね。ケシの花なんかはもうお分かりの通り、破片に結びついているので、やっぱりケシの花を描くと怪しい感じがするわけでしょ。ね。まあですから、ケシの花みたいなものをテーマとして描いただけで、ちょっとそういう麻薬のね、幻覚や幻想みたいな感じになるわけですよ。で、まあ麻薬ってわけじゃありませんが、例えば象徴派の画家のオディロン・ルドンって人がいますよね。で、ちょっと前にルドン展を三菱一号美術館ですか？でやってましたけれども、例えばルドンの花の絵だけ集めてもね、すごく面白いんですね。で、まあ実際の花を一つのテーマとしては描いているんですけれども、しかし、そのルドンっていう人の色の使い方とかね、あるいは、ルドンはね、見えないものを描こうとしてるんですよね。例えば、夢みたいなものを描こうとしたり、あるいは信仰のようなものを描こうとしたり、あるいはまあ、そうですね、死や生のようなものを描こうとしたり、してるわけですよ。そうすると、その彼が花を描くときにもね、それは多分普通の花じゃないんですね。で、まあモデルとして普通の花をスケッチしたりして、もちろん描いたりしてるんだとは思います。でも出来上がったものを見るとね、非常に幻想的な、それこそこの世の花ではないような花の絵もたくさんあるんですよね。だからそういうふうに考えると、同じ花でもね、写実的な花があったり、そういう幻想的な花があったり、あるいはキリスト教のシンボルとしての花があったりね、すごく花の扱いがいろいろで面白いでしょ。だから例えば、花の絵があったら花の絵ばっかり見てもいいわけ。で、まあこれもね、絵の見方の一つですけれども、何もかも全部見なきゃいけないわけじゃないので、花が好きなら花の絵ばっかり見ても全然構わないんですね、それはね。あるいは海が好きなら海の絵ばっかり見ても構わないので、そういう見方をするととても面白いと思います。で、さらに、まあ、さっきの話したように、そういう西洋の絵と東洋の絵を比べてみたり、まあ、私が割と好きなのは国立近代美術館ね、竹橋のね、あそこでまあいろんな展覧会があると必ずですね、常設展もね、まあいつも常設展ですから大体同じ絵がかかってるんですけれども、常設展の方も一応見ることにしてるんですね。で、そうすると近代美術館だからうんと古い絵はありませんけれどもね、でも例えば今の花みたいなものをテーマにした東洋の絵も西洋の絵もあるんですよね。そこはね。だから、その日本画で描かれた花と西洋画で描かれた花を比べてみることもできるしね。もちろん上野の西洋美術館に行ったらもっとたくさんそういうものがありますけれども、まあそういう近代の絵だけでもね、花に絞ってみたりすると面白いわけですよ。というふうに、まあ自分がその何か絵を見に行くときに、テーマを決めてね、こういう絵をちょっと、こういう絵に注意して見てみようとか、自分が好きなものを絵の中に探すとかね、こういうふうにね、するとね、絵は一つのやっぱり入り口で、で、自分が例えば、対象についてね、花でも何でもいいんですけど、どんなふうに思ってるかってことは逆にあぶり出されてくると思いませんか？まあ自分のことを知るということにもなるわけですね。まあこういうことがあるからやっぱり絵を見ると面白いとも言えますね。